人が集まっているな。何かあったのか？いや、何かあったというより、むしろ何もないというか。ステージボスがここにいると思ってパーティー揃えて来てみたんだけど。いないのか？ああ、誰かに先を越されたらしい。ターゲットがいないんじゃどうしようもない。みんな、すまないが町に戻ろう。随分とあっけなく倒されたんだな、ここのステージボスは。俺も一度町に戻るか。やっぱりステージボスがすでに倒されているのは間違いないみたいね。攻略のトップランナーたちがようやくボスの情報を集め始めていたタイミングだったから、寝耳に水だよ。ということは、倒した人たちはボスの弱点や下見をせずに戦ったってことか。それか、下見の段階で倒せると踏んでそのまま倒しちゃったか。今回のステージボスはそんなに強くはなかったのかもしれないね。どうだろうな。ボスが弱かったんじゃなくて、挑んだプレイヤーが強すぎたんだと思うぞ。プレイヤーが強すぎた？まさか。すっげーっすね、ジェネシスさん。攻撃に躍起になってる奴らを差し置いてステージボスを倒しちゃうなんて。ああ、あんなもんそこらの雑魚と変わんねえよ。それをわざわざ大勢で倒しに行って攻略集団とか名乗ってるやつは頭がめでたすぎんだよ。これから攻略を進めるときは言ってくださいよ。お手伝いしますから。あ、ようも危な救世主。まあ知ってるだろうが、前線のステージボスは俺が片付けておいてやったぜ。なあ、聞いたよ。攻略集団とか呼ばれてるカスどもは俺にあっさり抜かれて引退者だな。お前もそれなりに頑張ってたみたいだが、やることがなくなっちまったな。やることがなくなった？知らねえのか？ステージボスを倒しても新エリアへの道が解放されなかったんだよ。クローズドベータの制限がここまでってことか。制限？そんなものがあったのか。ま、お前はモブのヒーローらしく街にいる NPC のクエストでもせこせこ回してろよ。ということだ。今はあいつの噂があちこちで飛び交ってるよ。地道に攻略を進めてきた人たちを尻目にステージボスを見つけ出して倒しちゃうなんてね。ただでも噂になるやつだけど、これでまたしばらくは名前を聞く日々が続きそうだ。そうだな。それよりも新しいエリアの制限だけど、本当の話なのか？俺っちもまだ調べ尽くしたわけじゃないが、先へと続く道が封鎖されたままなのは本当だ。プレミアちゃんのクエストってまだまだ先があるはずだよね。ああ、アルゴ、頼みがあるんだけどいいか？エリアが解放されないのは本当にクローズドベータによる制限なのか調べてほしいんだろ。言われなくてもちゃんとやるさ。抜け道を探すのは RPG の基本だ。ありがとう。俺の方でも調べてみるよ。プレミアのクエストを中途半端で終わらせたくないからな。みんなにも話して協力してもらおう。可能性が少しでもあるのなら。ああ、よろしく頼むよ。
です。Thank you.
Hit!